何時の道はただ一つ。何時の道はただ一つ。こんにちは。今日は冥界神ハデスを採用したネクロマンサーのデッキを使っていくんやけども、まあ今ね、現環境で、まあ、エイラビショップと復讐ヴァンパイアがいるんやけども、まあ基本的にハデスが成功するのっていうのは、まあ8ターン目9ターン目以降になるんよね。で、結構発動条件が難しくて、たとえ冥府の効果が発動したとしても6点しかダメージいかないから、結構ねきついっていうのがね、正直な感想としてあるんやけども、まあ12コストということもあって、まあ新カードということもあるんで、今日はハデス使っていくんやけども、まあ、ぶっちゃけね、そんなに強いデッキではないかな。うん、まあちょっとこれ先試合の方取ってきたんやけども、ちょっともうメンタルがね破壊されてしまったんで、ちょっととりあえず試合はねやっていくんやけども、でハデスの効果がアクセラレート6でお互いのフォロワー全てに3ダメージ与えると。で冥府への道を1つ出せるんで、まあ6コストで冥府の道を出すと。でなおかつコスト7のアクセラレートを持たないハデスを1枚デッキに加えると。でラストワードで冥府への道を1つ出して自分の墓場をプラス6すると。まあコスト7のハデスを引ければ神って感じだけど、まあそれはね多分永久的にないかな。基本的にはアクセラレート6で打って冥府を置いて、それ以降の動きっていうのは基本的にはないと考えた方がいいと。でだとするならば、これハデスを成功させるのはどうすればいいという時に、このソウルストリームっていうカードでハデスを出すんやけども、まあ自分のリーダーこのターン終了時、ゾンビを場の上限になるまでダスを持つと。で、エンハンス級でそれぞれ名前の答えのネクロマンサーフォロワーをランダムに1枚自分のデッキから場が上限枚数になるまで出し、それらは破壊すると。まあこの上の効果も強いんやけども、まあエンハンス級でねネフティスみたいな効果を得ることができるので、まあハデスをねデッキから読んで破壊して、でラストワードの効果でネクロ、墓場をプラス6して冥府への道も出していくっていう、まあ9ターン目の動きがね結構強い動きにはなるんやけど、それまでにね結構こう叩かれてしまうことが多いんやけど、で新カードのこの機械のこの仕運び、これ3コス1 1でランダムな相手の1体破壊できるんで、まあソウルストリームで場にまあ呼んで、まあ1体確定除去みたいなことができると。あとはボーンバースト、これはスケルトン3体を出してスケルトンの数と同じダメージを与える。まあ要は盤面にスケルトン3体出して相手の盤面に3点ダメージを与えるというカードかな。うん、まあねちょっとね、ぶっちゃけ自分ハデスのデッキよりはアイシャを採用した進化ネクロとか、機械ネクロマンスターのが強いと思うんやけども、まあちょっとね新カードということもあるんで、この冥界神ハデスをねちょっと使っていきたいなと思います。勝ちました。またヴァンパイアかよ。なんか自分実況動画何個か上げてるんやけども、ヴァンパイアの割合がさらに多くなってきたな。なんかエイラビショップはちょっと数が減ってきて、この復讐ヴァンパイアがもうなんか無王さにもうバン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 みんな増えていってる感じやね今の環境。ソウルコアはなかなかでかいぞ。バロンダフィール、ちょっと待って、ヴァンパイア多すぎるだろさすがにこれヴァンパイアしかいないじゃん。しかも先行のヴァンパイアとか強すぎて笑うんやけど、それ強いね。3コス15とか頭おかしいだろであれば、まあ相打ちを取りながらここはソウルコア置くか。まあフォロワー置いたところでね結構ダメージ食らっちゃうからね。まあ進化権がないユリウスは1点しか与えられないから、まあこういうのはアミュレットとか置いとこうが賢いよね。悪夢の始まり、あーらーユリウスは絶対取らないといけないな。深淵の夢の勝利、ユリウス取れねえ剣について、ユリウス取れないし、どうしてくれんのこれ。現実って夢より素敵。ちょ、えぐいえぐい、もうユリウスえぐすぎるよこれ5点顔くるわけでしょ、頭おかしいだろう。チンパンジーみたいなことしてるな、こいつ。チンパンジー。コウモリ顔行きながら、さすがにユリウスは無料進化できるから、おっとはっはっは、いいとこ当たるね。ただ、アザゼルを進化系切るメリット、え進化使わないとか初心者こいつ。ありがたいな。ありがたいけど、ケルベロスあると、相当なダメージを受けてしまうな。もう、致し方ないな、これ。3点クラウン、痛すぎ、ワロタ。計算通り、ちょ、痛い、えぐすぎだろ、マジで、ユリウス。もう、おかしい、なんでこんなカード追加したん、マジで。頭おかしすぎだろ。
三骨一合で攻撃力が上がって回復して盤面出したら回復するし、なんなんおかしすぎるわ。え、三骨の中で一番最強なんじゃん。バロンダフィールさすがに強すぎてちょっと笑えないんやけどね。バロンダフィール進化ということは54をバロンダフィールで当てるという感じになるのかな、この盤面は。ただユリウスでだいぶ削られてしまうから、ラウラとか失踪でやられてしまうともうきついって感じやんね。やられたわ。もう小賢しいことするな。まあもちろん顔いく。まずいな。冥界のハデス引いていく。ただハデスよりも横展開を意識した方が強そうやね。まずは1点目。私の鉄板はこんなにも行くんだ。まずは2点目。そしてマシンエンジェル、驚くべき技術を解放しよう。これさすがに進化源使っていかない厳しいね。でも墓地が結構溜まってるっていうのがなかなか素晴らしいんじゃないか、こんな通るととりあえず小型の盤面並べていきながらやねんけど、まあカラミティブリンガーとか出してくんのかな。結局のところソウルコア1体でも残れば次のターン進化でみたいなこともワンチャンできそうやね。ソウルコアやっぱ1枚使え、まあでもさすがにここソウルコア使うことはできないね。進化に回復したところで取れないからね。3回か。冥界のハデスは6。まあとりあえず憑依とかで処理するか。夢へようこそ。許さない。まあこの処理の仕方が一枚いいな。しかもマナレシオっていうかちゃんとね、墓地も溜まっていってるので。体力10点やからな。別にだから別に有利な盤面でもな、クソ、そんな有利な盤面もクソもないよな。結局ハデスで冥府を出したところでリーサルないからね。もうハデスの冥府の効果、相手のライフに10点以上のダメージ与えるぐらいにしてくれないとな。ちょっと足りなさすぎて笑っちゃうんですわ。だからこれハデスいけるね。まずは1点目。ここでハデス降臨するか。バッくりとネフリーか、はい、1枚足りない。しかも冥府が発動しようともそんなに相手痛手ではないやな。6点食らったところでって感じやもんな。もう小賢しすぎるよこんな。はい、小賢しい。もうそれでワンチャンリーサルあるんじゃね。ワンチャンこのカードリーサルあるな。はい、で悪夢の、まあまあでもグリームニルがまあワンチャン刺さるかって感じだな。ああ、もう決まる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 。なんか終わった臭いな。まあソウルコア置くけど、てかこれしかないよな、タクは。けど5点ぐらい疾走飛ぶよね。てかセクシーヴァンパイアが飛んでくるもん、どうせ。まあほんましょうもないな、この環境。で、こう。ここからは悪夢よ。で、進化することで1枚墓地行くから。あ、これ消滅、消滅かこれ。我が名は雷鳴。汝を貫く。あ、でも墓地40枚ってまだ変わってんのか。落ちろ。うん、まあ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 失踪で終わりかな。あ、まあ耐えたとしてももう2ターン耐えなあかんっていう地獄が待ってるからな、こっちには。あ、どうなんやろな、これ無理だわ。このデッキで勝つの無理だわ。今の環境で強すぎだわ。勝ちました。はい、ヴァンパイアに遭遇していく。もうええよ、そういうテンプレみたいな、テンプラみたいなデッキ使いやがって。ここなんやけど、ソウルコンバージョンに関しては使い勝手がいいから、まあこれちょっとマリガンキープでいこうか。なんかその深淵の憑依とかね、その辺のカードにソルコン打てるとね強そうやしね。さあ1ターン目から復讐状態にはならない。まあそうはさせないからな。よしよし、2ターン目も復讐なし。どうせ血の取引でしょ。いやー、あ、機械カード、機械バンプ使ってんねや。復讐バンパイアで、でも機械バンプな、まあ、すごい強いからね。石頭だぞ、ビシラシやっちゃうぞ。あー、ハデス来る。ハデスに関しては、お互いのホラー全てに3ダメージやったって、冥府の道を1枚出すと。これめちゃ強いよね。
あいや普通にハデスはね引くのでかいね。で、まあ、まずは1点ね。そして盤面処理しながら、ここは最初1ターン目でね宣言した通り幽霊にソウルコンバージョン打っていく。これなかなかね、先行としてはね理想中の動きできてるよ。てかハデス書いてること強すぎひん？だって6コストで冥府出せつつ盤面全て干渉できるからね、これ強すぎでしょどう考えても。優秀やなー。おー機械神、機械のこの運び、はくんやはくのび引いていく。まあ、ここはブローのなんとか迫りプラスフニーか、あーマシンエンジェル引いていくんか。ただぶっちゃけて言うと、そのオーディンとか入ってないんで、まあフニカルでここは、あでもグリームニルをちょっと生かすという手があんのか。ではマシエンでも良さそうやね。新たな技術拝借しようじゃないか。とにかく機械バンプは、並べられてしまうとドローされちゃうんで、ここはちょっとね苦しいけども相打ち取ると。いやー非常になんか理想の動きできてるんじゃないか。そのカード読んでいたぜ。相手はでも相手でも手札8枚やから、まあどちらにせよまあメリットしかなかったか。ちぎってやるぜ。文字通り俺はね誰がねソウルストリームを引いていくでシャキー小探しだ。であればまあここはフニカルで処理する感じにするか。我は雷鳴の化身、風神の化身。まずは1点目ひらめくんだ。で次のターンこれ冥界神ハデスを出すことによってハデスを7コストで次のターンね手札に加えることできるからね、これなかなかいくいぞ。夜を照らす鋼の月星こさかしねー。ソウルコア引いていく。オッケーオッケー。であればここは冥界神ハデスをジュエスんやけど、まずは深海打ちしてからやね。この進化権はちょっともったいないんやけども、しっかりと相打ちしながら冥界の化身ハデスの力。うわあーまずは1点目。これもソウルコアとかいってもう10枚20 19枚ぐらいたまんのか。次でブロードボードマーセナリー出していく。もうこの辺からもうなんかグリームニルがバッコリ刺さりそうやんね。城の内まさかず、ちょっと物が怖いけど、まあ、ここはグリームニルやね。くらべり刻むがいブリーフ。これ死後さえ張ってれば物のリーサルないからね。その魅惑の一撃とかいうしょうもないか。うぃー止められるものか。血を滴らせ美に溺れ。お前いいぞ。13点失踪が気狂ってるって。夜を照らす鋼の月星。